皆さんごきげんよう。今日もテゲテゲ日和ご覧いただきありがとうございます。本日は GoPro Hero 10、これが発売されまして2日前だったかな、自腹で高いな購入もうねもうご祝儀って感じですね、毎年恒例ですので購入しましたので早速撮りたいんですが、なんと夜です。真っ暗な中撮っております。いろいろとねまた叩かれそうなんですが、本当ね私 GoPro 大好きなんですよ。 GoPro 4から4、5、6、7、8、9、10と毎回買っておる、そして私が撮る Vlog ほとんどが GoPro です。そのぐらい GoPro が好きな私なんですけども、もういいところばかりは言いません。いいところも悪いところも全部正直に、まあ、今まで通りですね、この GoPro 10もこれからどんどん使って、気になったところ、分かったところがあったらね、どんどんアップしたいと思いますので、ね、あんまり悪いとこ聞きたくないなと、GoPro のいいところだけ見たいっていう方は、ちょっとね、嫌気がさすかもしれませんので、ご了承いただければと思います。それではどうぞご覧ください。本当にね夜の撮影はね期待しないでください。これはもう本当何が悪いとかじゃない、もうコンセプトがそうなんですよ。あまり夜はね重要視してない、アクションカメラなのでね。ちなみに毎回言っておりますが、私 GoPro 大好きです。大好きだからこそ今回も本音でいいところ悪いところをねこれからいろいろと紹介できたらなと思っております。
さあ、じゃあまた、今度はね、昼間明るいとこ撮りたいと思います。またお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。